ピアース・ブレンダン・ブロスナンは、アイルランド出身の俳優、映画プロデューサー。アイルランド共和国、ミーズ県のナバンで生まれ、10代で、イギリスに渡った。1982年から1987年まで、アメリカの NBC で放映された、テレビドラマ、探偵レミントン・スティールで主役を演じ、知名度が上がった。1995年に007シリーズ第17作、007。 ゴールデンアイに、ジェームズ・ボンド役で主演し、国際的に有名になった。1997年の007トゥモロー・ネバー・ダイでは、サターン賞主演男優賞を受賞した。同年、ハリウッド・ウォーク・オブ・フェームにおいて星を獲得した。2002年、第55回カンヌ国際映画祭でのブロスナン2003年7月、英国への優れた貢献を認められ、 エリザベス2世から名誉大英勲章第4位を与えられる。ブロスナンはアイルランド国民なので英国民にだけ与えられるフルオーナーを受ける資格はない。2008年の映画マンマミーアではゴールデンラズベリー賞に選ばれた。3代目ボンドのロジャー・ムーアがボンド役を引退した後の1986年に主演ドラマ探偵レミントン・スティールを終えたばかりだったブロスナンは ボンド役のオファーを受ける。このドラマは視聴率低下で打ち切られるが、イオンプロと MGM がブロスナンに関心を持っていることがわかると、放映局の NBC は、ブロスナンとの契約オプションを行使する荒行に出る。探偵、レミントンに手こ入れをしての再会が決まり、ボンド役を辞退しなければならなかった。彼は、当時十三歳だった。ブロスナンをボンド役として、 プロデューサーのアルバート・アール・ブロッコリーに推薦したのは当時の妻のカサンドラ・ハリスだった。ブロッコリーはブロスナンがボンド映画前後にドラマ長編エピソードを数本撮影できる契約を取り付けようとするが NBC と制作会社の MTM エンタープライゼスは拒否し自身の条件を提示した。ここでブロッコリーはブロスナン起用を諦めボンド役はティモシー・ダルトンに決まった。 ダルトン主演で2つの作品が作られたが、2作目の007消されたライセンスは、批評家からの高い評価にもかかわらず、工業的には期待外れの結果に終わった。1991年に007シリーズの著作権をめぐって、法的な争いとなり、自作の制作は6年間中断し、その間にダルトンは6年契約が終了した。 1994年4月12日、ダルトンは、ボンド役の交番を発表し、イオンプロと MGM もそれを重諾した。そして、ブロスナンが1994年6月7日に、ボンド役を手に入れる。ブロスナンは、ジェームズ・ボンドを演じ続けることで、イメージが固定してしまう危険に気づいており、ボンド役を引き受けた時に、007シリーズに出る、合間に、 他の映画にも出演する許可をイオンプロに求めた。このため、映画、マリオネットゲームなど、007シリーズ以外のいろいろな映画に参加している。これらの作品で特に成功した映画としては、007シリーズと同じく MGM が制作したトーマス・クラウン・アフェアを挙げることができる。ダイ・アナザーで出演後も、ボンド役を続けることを絶望していたが、交渉で行き詰まり、 2004年7月に自ら交番を、申しで MGM は移流したが最後には同意し、ダニエル・クレイグが6代目ボンドに起用された。ブロスナンは、初代のコネリーに次ぐ人気を博したが、出演したシリーズ作品は4作と、2代目のジョージ、レーゼンビー、4代目のダルトンに続いて、歴代で3番目に少ない。映画以外にも、マペット放送局に、 本人役でゲスト出演し、マペットキャラを相手に乱闘をめいた寸劇を繰り広げるなどしてコミカルな一面を披露したことがあった。お気に入りの本は、怒りの武道。1980年に最初の妻、カサンドラ・ハリスと結婚。1991年に死別。2001年に、キーリー・シェイ・スミスと再婚。2004年9月23日に、 アメリカの市民権を取得。三人のアメリカ国籍の息子を持ち、二十年以上、アメリカに在住。子供は、ギリヌ子供シャルロットとクリストファー、カサンドラとの間に生まれた実施、ショーン、キーリーとの間に生まれた実施、ディランとパディスがいる。シャルロットは、俳優、クリストファーは、助監督や俳優として活動。16歳の頃、 自分を芸だと思っていたことを告白している。2001年からユニセフのアイルランド国内大使を務めている。また、非営利環境保護団体 C シ,シェパードを支持している。ありがとうございます。